感謝。はい、声聞こえましたよ。はい、画面も出ました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。本日お願いします。お願いします。さっきまでお二人いたんですけども。あ、本当ですか。まあ、その作るでしょう。二人でもやります。いや、お疲れ様です。嬉しいです。今日はね、はい、まあ、雑談ということなんですけども、はい、まあもう始めときましょうか。したら早いけど。はい、予算に関して。はい、お願いします。はい、じゃあ15分早いんですけどもスタートします。じゃあ YouTube の方はここからスタートでございます。で、はい、私、速稼塾の久保でございます。またね、花龍馬さんとこうやってライブ対談ができて嬉しいなと思っておりますけども、今日もようこそ。お願いします。ありがとうございます。花龍馬です。よろしくお願いします。はい、結構タイムラグないですね、はい、今日は。そうですね、そうですね。うん、以前ね、東京の、はい、ほら、誰だったかな、松潤さんとやった時、結構タイムラグあったんですよね。ああ、やっぱ場所によってあれなんですね。やっぱ昼だったからかな、あの時は。はい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 。まあ、ズームもね、いろいろとやっていくと、うん、まあ、ばらつきがあることとかないこととか、いろいろと気づくことが多いですね。うん、そうですね。はい。いや、本当に、すごいいい経験をさせてもらってます、本当に。こちらこそ。でね、花よりもさん、まあ、早速始めちゃうんですけども、はい、はい、はい。まあ、花よりもさんの YouTube チャンネルを見ると、はい、個人で稼ぐって書いてるじゃないですか。はい、はい。で、僕はもう昔から、始めた時から速稼塾、一人で稼ぐっていうのがテーマなんですよ。はい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 。ちょっと似てるなと思ったんですけどもね、なんかどういう思いであれはつけられたんです？なんか僕、まあどうですかね、なんかこう特にそう言われると意味はないんですけども、ああそう、ああそう言われると、ただでもまあこれからはその一人でも稼げる時代に誰でもなったなっていうのを感じたんで、うん、で、だからまあ、しかも僕みたいなのがやってもちょっと手応えがあったんで、うんうん、やっぱ、うん、それを表現するなら個人で稼ぐっていうのが一番ピンとくるかなと思って、それにしました。あ、今思えばね。なるほど、ね、そうです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 。個人で稼ぐ、一人で稼ぐ、まあ同じようなもんじゃないですか、表現がちょっと違う、はいはいはい、で、ずっとね、今までは、まあ、僕らの時では特になんだけども、一人で稼ぐ、はい、っていうことは発想もないぐらい思いもよらないことだったんですね。うんうん、それはちょっと難しい問いかけになるけども、なんでだと思います？ちょっと前、数十年前、2、30年前までは、まあ、40年、50年かな、一、うん、人で稼ぐってことは、うん、なんかちょっと同行したね、常識外れのことだったっていう認識はやっぱあったと思うんですけども、うん、想像するにどんなことだと思います？もう僕が今ピンときたのは、ただインターネット環境かなと思ったんですけども。あ、はいはい。まさにそうですね、ネット環境があるかないかかなと思ったんですが、うん、うん、そうなんですよ。そういうこともあるし、まあ、僕らが小学生から中学生に変わるときに、将来はなるべく大きな会社に就職するんだよと、うんうん、大手ですね。そしたら、はいはいはい、安定した未来が待っているし、うん、出世の階段もいろいろあると。はいはいはい、はい、でも逆に小さい会社もすぐに部長になったり、うん、もう社長とファミリーでやれるような5人10人の会社ってのもすごく面白いよねっていう概念で育ったんですよ。うん、あ、はいはい。シンプルに考えて、もうちょっと昔です、昭和30年代ね、うん、昭和30年代全盛期の働く場所って工場なんですよ。あー、なるほど。工場は1人じゃできないんで、だから30人とか50人とかで一度にね、よっしゃーって言って物を作ったりとか、 LINE で回したりとか、参勤交代やったりとか、うんうんうん、そういうのが昭和30年代、40年代、50年代と続いてきて、で、効率化っていうものが始まったのが平成に入ってから、もう平成に入る前から、はい、っていうと、なるべく少ない人員でやろうよねとか、一人で複数の部署をやろうよねっていう考え方もちょっと出てきたんですよね。うんうん、でもやっぱり一人で稼ぐって発想にはなかなかなんなくって、一人で稼げるものって何かなって言ったら、その保険の販売員さんとかね、はい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 、当時出てきたネットワークビジネスとか、うんうん、まあでも正確に言うとあれは一人で稼いでるわけじゃなくって、誰かが作った商品をどっかでこう事務所に行ってもらってきて、でプレゼンを受けてトレーニングを受けて、で顧客のある程度の名簿とか
まあ、ヒントをいただきながら自分の知り合いも生かしてやっていくと。で困った時はいわゆるねフリーランス同士なんだけど上司とか同僚とされるような他の、まあ、個人で動いてるフリーランスの方と連携取っていくみたいな形だったんで、厳密に言うと一人でやってるようであって一人ではなかったってところがちょっと見えるんですよね。はい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 。でもちろんこれ当事者の方に言わせたらそんなことないって言われるかもしれないんで、ちょっとこれは私の個人的な概念だと思った方がいいんだけども、で最近ね、ファイナンシャルプランナーさんが、はい、あの基本的にはあれ一人でフリコミッションでやってるんですけど、うん、このね今年みたいな状況になっていきなり動けなくなる人と、うん、全然スムーズに動ける人とすごく二極されちゃって、はい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 、ファイナンシャルプランナーさんの中でも今までね全然目立たなかった人がものすごくトップクラスの人を自分の生徒に迎えたりとかして収益逆転したりしてるんですよ、うん、はいはいはい。これは今まさに花井レモさんが今言ったインターネットのまあ、うん、成果なんでしょうね、うんうん、インターネットを使ってプレゼンを動画でやってた方とか、例えば書類にいろんなものを書くじゃないですか、書き方とか、はい、あれを対面でいちいちこれここに反抗してくださいとか、ここ振り仮名でとかやるんじゃなくて動画を出しとくんでそれで自分で書きますよってやる人と全然一人一言が変わるんですよね。あー確かに確かに。でしかもそれテンプレートなんで一回動画作っといたらもう本当の意味で、うん、あの動画さえ送っとけば自分はいちいちお客さんのところに行って説明したりとかする手間がなくってね。うん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 。それはあの去年までも提案してたらしいんですよ。まあ実はこれね私の塾生さんの話なんだけども、ファイナンシャルプランナーの、はいはい、あの前から提案してたんだけども、いやでも人と人はね実際会ってあの肌感覚を確かめ合いながらやるから信頼が生まれるんだよって全然譲らなかったそうなんですよ。はい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 。でも今年蓋を開けてみたら花谷ロムさんも感じてるようにYouTube で十分信頼関係作れたり、もみじまんじゅうもらったりするわけですよね。うん、そうですね、うん。で、もみじまんじゅうを誰かが、こう、しのきくんはね、今日と昨日と会ってたんですけども、もみじまんじゅうを花屋龍馬さんに送ると、なんか、あ、羨ましいな、俺も送りたいな、みたいになっちゃうんですよ、なぜか。なるほど、なるほど。で、前回ミスター M さんになんか送って、あ、いいなと思って、僕もミスター M さんにね、送っちゃったんですけども。はいはいはい、はい。あげたい連鎖がね、始まっちゃったりするぐらい、仲良し作りやすい環境なんだなと思うんですよね。うん、そういう意味で一人で稼ぐっていうのはまさにね、花龍馬さんが社会に出てしばらく経ってね、いろいろこうぐるぐる見ながら、多分あのチームでやる仕事をやってたと思うんですよね、以前は。はいはいはい、はい。今一人でやる仕事でどっちかって言ったらパフォーマンスいいわけじゃないですか。そうですね、そうですね、うん、そう考えたら本当の意味でみんなが一人でやったらどれだけいいだろうか。しかも全員では無理でもね、一人でできるセクションの仕事は一人でやった方がいいなっていうふうなことを、うん、まあ、まさにね見せている先駆者だと思うんですよね、花山さんね。いやそんなそんなと、まあその花山さん、龍馬さんが先見の明があったよってことをここでねちょっと言いたかっただけなんですよ、ずっと。 ありがとうございます、すごいなと思いますよ、やっぱり。あの私はねやっぱりサラリーマンとして生きてきて、その全ての事業の一部をやることで、まあ任務を全うしてきたんですけども、やっぱりこの、はいはいはい、会社の外に出ると自分で仕事をやってくるって言ったら、商品作ったりとか価格をつけたりとか、うん、集客したりとかフォローアップしたり、集金も自分でやるし、クレーム処理も自分で、はいはい、とてもじゃないけど通常でしたらね教わってないことだらけで世の中出るから、うん、例えば今ね40代ぐらいの人が転職しようったって無理な話になっちゃうんですよ。でここでね私の人生振り返ってみると、就職するときに洋服の青山ね福山市にあるんですよ。はいはいはい。洋服の春山岡山市にあるでしょ。はい、ありますあります。当時の花形はアパレルだったんですよ。私岡山で就職活動してて大学3年生の時に、はい、両方とも落ちたんですね。はい。で他の仲間両方とも通ってるんですよ。うんうんうん、うん、で畜生とか思うじゃないですか。はいはいはい。でもあれから十数年20年経って、うん、もう彼ら地獄を見てるっていうふうにねご相談いただいて、うんうん、本当こう下克上みたいな感じでね、さっきの FP さんの話じゃないけど、ずっと安定だと思ってたものがぐるっとなんかこう変わってね、うん、すごい気の毒なのは、まずは自分の身一つで社会に出て仕事をすることがむちゃくちゃ怖いから家にしばらく、うん、こもって出れなかったって言うんですよ。う
なるほど。気持ちわかるなと思ってね。花山さんは飛び出したっていうか、飛び出したくてやめたみたいな感じじゃないですか。そうですね、本当にそうです。僕が見るとそうだったんですけどね。うんうんうん、でも、ずっと安定していて、まあ、いわゆるね、うんうん、あの表現、申し訳ないかもしれないけども、こう決められた水槽の中で泳いでると、海だよって話したときに、どこにサメがいるか分かんないし、どこにね、もう深海魚がいるか分かんないし、怖くて出れないみたいな感覚なのかなと思うんですよ。はいはいはい、そう考えると、うん、やっぱり個人の時代だよねって、なんか軽々に言えなくってね。本当気の毒で、家のローンもまだ20年ぐらい残ってて、ああ、なるほど、なるほど。子供たち、中学生、高校生で部活選んでるわけですよ。で、こっちの部活入ったら、ユニフォームがいて、スパイクがいてとか、遠征があって、はいはい、言い出して。はいはいはい、なんか、ね、その当時の同級生に聞いたのは、あの部活をね、ちょっと運動部はやめてくれって言いたい、もうここまで出てるらしいんですよ。なるほど。本当に見つませるっていうかね、他人事じゃなくって、うん、当時はもうこっちがね、就職活動がうまくいかなくって、あ、仕事がね、どうしようみたいな気持ちも、まあなかったけど、だけど多分ね、まともだったらあったと思うんですよ。うんうんうん、僕はまあ能天気だったんで、まあいいだろう、ね、どうせ。生きていけるよなんとかすればみたいな感じだったんだけども、うんうん、まあ、あれは20代だからそう思えたのかもしれないけど、うん、50歳がちらついてる時に会社がなくって毎月の固定給なくなって、うん、転職ほぼ不能みたいなね、うん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 、で家族がいてね、うん、どんな家庭内で会話があるのかなとか思っちゃうとすごく深刻で、うん、だからなんかね、まあ、もちろんいろんな形で手伝ってはいきたいなと思うんですけど、うんうんうん、まあ、そういうのも込みで、ほら僕らのテーマでやってたあの持続化給付金とかね、はい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 、たった1回の5万とか10万でもものすごく頼りにして、うん、あのすごく当てにしてる方いるわけじゃないですか、うん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 、でそういうのも全部込みで、本当にね、もう仕事とか収入源っていうのが一気にシュリンクしてしまって、すごく先細りしちゃって、難しい時代に入ってきたなと、うん、まあいつの時代も難しいんですけどね、うん、そうです、うん、そうですね、うん、その中でね、やっぱね、こう収入とか、まあ仕事かな、うん、収入かな、どっちかって言ったら仕事というよりも収入ですね、うん、収入に不安を感じていらっしゃる方に、はい、この1年2年でね、ものすごくこう自分の人生をこう、なんですかね、うん、変えてきたっていうかね、そんな花山龍馬さんから送るとしたらどんなメッセージがあるかなと。難しいですね。でももうシンプルに、諦めないでくださいと言いたいです、うん、もうそれしかないですね、なんか気持ちの面では、うん、なんか難しいですね、うんうん、なんかこうやっぱ僕は20代の方とか30代前半の人が結構やっぱ個人で稼ぎたいって集まってくるんですけど、はいはい、まあ、時には18歳とか中学生の方も来たりするんですが、うんうん、なんかまだそのそういう状況ではないんですよね、みんな。どちらかというと、なんか、うん、その仕事がなくってやるというよりかは仕事をしてるんだけど収入を増やしたいからやりたいみたいな、うんうんうん、こういう感覚のスタイルなので、うんうん、あの仕事がなくてやばい、もうこれやばいかもしれないって人に対してのアプローチって今まで考えたことがなかったです、全然。そうですか。うん、なんか全然なかったですね。でも花山龍馬さんね、間違いなくこれから5年先も10年先もやってると思うんですよ、いろんなマーケットを変えながら、はい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 、自分で稼いでいくってやつ、はいはいはい、必ずその時に35、40、45みたいな方から、うん、助けてくださいって言われることがあると思うんですよ。そうですね、そうですね。その時のためにも、一日も早く、その、今はまだご経験ないかもしれないけども、うん、そういう相談のね。もうなんか、すぐそこに迫ってますからね。そうですね、本当にそうだと思います。この、感じでいらっしゃると思うんですけど、助けられない悔しさってあるでしょ。ありますね。ね、もう、痛感しますよね。なんて自分は、こう、うん、力が及ばないんだとかね。なんで分からせてあげれないんだろう、要するにやる気にさせてあげられないんだろうって、もう込みで。そうですね、そうですね、そうですね、うん、で、なんかね、こう
折れてフェードアウトしていく人も、まあ、いるわけですよ、うん、せっかく頼りにしてきてくれたのに、うんうんまあ、もしかしたらビジネスにものすごくね、あの苦手意識持って去っていくかもしれないしね、うんうんうん、だからもう責任が重いなというところもあったり、そうですね、そうですね、本当そうですね、うん、まあでもね、やっぱりそれもあるんだけど、反面明るく楽しく、うん、頑張ってる姿も見せていかないと、まあ、なんか家族めちゃくちゃ大変で、うん、身を粉にして削ってるじゃんみたいなとこばっかり見たら、うん、それこそね失望しちゃうんでそういう瞬間もあるけど、うん、やっぱりこのビジネスをしっかりやってると一緒に頑張ってる仲間もできたりね、なんか思いもしないような出会いがあったりとか、いろいろ引き上げていただいたりとか、うん、ですごく苦しんでる方の相談を聞いてると逆にこっちが励まされたりとか、なんか出会えたりとかね、もうすでに経験されてると思うしね、うん、まあ、すごいね、まあ、でもいろいろと、いやいや全然です本当に、もう久保さんに教えてもらいながらもう本当に今日この瞬間で来ました本当に。いやでもね、実際そのこう私でも稼げますかとかね、初心者でもできますかって聞かれたことあります？あ、もうそれはもうめちゃくちゃ来ます、それはたくさん来ます。ああ、ちなみにどういうふうに答えてます？え、もうやりきることができたら絶対できますよって言います毎回、うん、じゃあ、うん、もうやりきることができたらいけますって、うん、何ヶ月ぐらいで稼げるようになりますかとか聞かれたことあります？それもありますけど、それに対しての答えは分かりませんって言います、いつも、うん、そこは分かりません、うんうん、ただまあ必ず今日やって積み重ねていけば1年後は多分変わった実感が持ってると思いますよってことは伝えます。うん、なるほどね、そうですね、うん、まあ、ちなみに私はね、はいはい、何ヶ月ぐらいで稼げるようになりますかって聞かれたら、うん、あ、何ヶ月目に稼ぎたいですかって聞きますね。ああ、なるほどなるほど。そしたら3ヶ月ぐらいですかねって言ったら、うんうん、じゃあ3ヶ月で稼ぎるためには、まあ、商品も作らないといけないし、集客もしないといけないし、うん、セールスも覚えていかないといけないですよと、できますか、うん、って形になるんですよ、うんうん、でそうするとセールスするためにはライティングスキルがいったりトークスキルがいるというところもあるし、うんうん、喋り得意ですか、書くの得意ですかみたいな問いかけになるんですよね、うんうんうん、でちょっと苦手なんですよねとかになったら、じゃあそれを構築するのにまず3ヶ月かかるんじゃないかなっていうところになったりとか、はいはいはい、聞いてみるとなんかぼやっとしてるんですよね、何ヶ月目に稼げる、うんうん、要するにそれを裏を返せば3ヶ月で稼げるんだったらやろうかなっていう気持ちなんですよね、うんうんうん、でも3ヶ月ただいるだけではとても無理だし、うんうん、何もないところから初心者から3ヶ月だとはっきり言ってもう24時間やらないとダメみたいなレベルになってたりとか、うんうんうん、相当な運にも助けられないといけないし、うん、はいはいはい、じゃあまあコンサルセイさんがいらっしゃってね、うん、1週間とか経った時に区切って1週間何しましたとか聞いたら、うん、いやすいませんなかなかできなくってとかになってると、うん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 、じゃあね、何収入を上げる成功するのが1週間向こうに行くわけじゃないですか。まあそうですね、そうですね、だからゴール設定したのにゴールがまさに動いてしまうんで、こっちは3ヶ月でマスターするために、準備してるけども、何屋さんが遅らしてるから、うん、それは全然こっちは構わないんだけども、うん、3ヶ月かけると今度3ヶ月目にはモチベーション落ちてますみたいな話もしないといけないんで、うんうんうん、大体熱が持つのってね2ヶ月とか3ヶ月なんで、はい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 、スタートこれ個が結論なんですけども、スタートで最大、うん、何初速が最大速じゃなければもう打ち出せないんですよね、うん、ああそうですね、最初がバーンっていかないと遠くまで飛ばないんで、威力もないです、うん、最初トロンとしてはすぐ落ちちゃうから、うんうん、だからそのイメージは持たせないといけないなっていうふうに、ね、感じながらやってるんですよね。もちろん別のアプローチとかもあるんで、これだけではないんですよね、うん、でもやっぱりすごく多いのが、あ、何、例えば月収100万どのくらいで稼ぎますかみたいなね、はい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 ちなみにどういうふうに答えます？月収100万いつ頃まで答える稼ぎますか、ね月収100万こた、いつまでにって言われると、すいません、僕まだ月収100万稼いだことないですって言っちゃいますね。あ、それは素直でいいですね。うん、多分言っちゃいます。僕のレベルではないんで、違う人のところに行ってください。うん、まあ、例えばそれが10万であれね、5万であれってことになりますけども、うん、まあ、大体ね、多くの方が月収100万っていうのを一つのポジションにするんで、あ、そうです、そうです、ね、もう、うん。でもやっぱり安定して5万っていうのも、ま、うん、やることは、
シンプルなんだけども、そこまでたどり着かないわけですよね、うん、結構ね。そうそうですね、全然いきますね。不安定な5万は結構いるんですけども、うんうん、じゃあ5万どう転んでも5万切らないよみたいなのってのはやっぱりこうかなり振り落とされてきて、全体のね、うんうん、なんか数パーセントとか、うんうん、あ、限られた人になっちゃうと思うんですよね。うんうん、で結構ねこの1年間いろんな方見られてきたと思うんですけども、稼げる人と稼げない人の違いって何だと思います？稼げる人と稼げない人の違いは、うん、稼げる人と稼げない人の違い、でもね、稼げる人はやっぱり、うん、いい意味で言うことを聞いてくれるところもあるし、うんうん、いい意味で言うこと聞かないみたいなところもありますね、なんか、うんうん、結構なんかもう、まあ、素質っていうわけじゃないんですけど、うん、なんかそのもうそもそも最初の前提がやっぱり違うというか、うんうん、入り口の段階で結構違うみたいな、うんうん、で稼げない人たちっていうのは、うん、いい意味でも悪い意味でもなんかこう、うん、特徴がない、言葉話とかもしたりするんですけどね、なんかこう、うん、ああこれちょっとまずいかもしれない、俺の力じゃ無理かもしれないって時に思ってしまうような、あ、うん、あ、なんかその最初の入り口、まさにさっきの鉄砲じゃないですけど、はいはいはい、なんかその勢いが違うんですよね、はい、なんか食いつき加減みたいなのが、はいはい、だから結局まあその熱量とか、うん、あとはそのうーん走り切れるかどうかの、うん、まあ、根性みたいなのになってくるのかなってちょっと思ったりはします、なんか、はい、まあそれ全部必要な要素だと思うんですけども、じゃあ質問を変えますけども、はい、花屋龍馬さんはなんで自分が稼ぎ続けていると思います自分で。あー、なんででしょうね。これはシンプルだと思いますよ、すごく。なんで稼ぎ続けてるか。うん。そう聞かれるとちょっと、なんで稼ぎ続けてるんでしょうね。でもなんかこうやりたくないっていうことも明確になってるし、うんうん、いや行きたいっていう場所もなんかこう、うん、あるので、やっぱりその、うん、縛られた生活が嫌だみたいな、うんうん、ここに多分なんかすごい僕の中ではなんかああやりたくないなって思いが強いから今も個人で稼ぐという道をやってるのかなって思っているところはあったりしますね、うん、なるほどね。その関連的な部分はもちろんそうですよね、うん、もちろんそれも大正解なんですけども、うん、外から見てすごくシンプルなのはなんで稼ぎ続けてるかっていうと、花屋龍馬さんが作業を続けてるからですよ、毎日。ああ、なるほど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 、ね、YouTube むちゃくちゃ上がってるじゃないですか、あれだけでも一日にやっぱり数千人かな、数百人から数千人の方の目に触れてるわけですよね。はいはいはい、でも気にしていただいて、で花屋龍馬さんに興味を持ってくださって、うん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 、で何よりも花屋龍馬っていう存在が知られてるわけですよね、うん、はい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 、で知られてなければやっぱりこう集客にもならないし、相談を持ちかけられることもないし、うんうん、まあビジネスにならないってことですよね、うんうん、はいはいはい、ビジネスってやっぱり人の困ったを解決することなんで、困ってるんです、助けてくださいっていうふうに持ちかけてくる方がいなかったら何にもならないですよね、うん、あ、そうですね、本当にそうですね。うん、で、私がね、花屋龍馬さんに感じるのは、遊戯王のカードを使ってらっしゃるでしょ、うん、はいはいはい。これ私は決してね、遊戯王のカードが欲しいんですっていう人を集めてるわけじゃないと思うんですよ。はいはい、そうですね、そうですね。だから、転売をするのに遊戯王のカードを便宜上使ってる人を集めてるわけですよね。そうですね、そうですね。だから、うん、花屋龍馬さんはカードで、なんか、大会で勝ち方とか教えてるわけじゃなくて。そうですね、もうむしろ全くそこに関しては素人なんですよね、本当に。奇妙ですよね、だから。そうです、そうです、そうです、そうです。カードで多分対戦したら、うん、まああんまり勝たないかもしれないけども。そうですね、そうですね。カードでビジネスしたら成果を上げるみたいなね。そうです、そうですね。うん、だからそこが、だから、花屋龍馬さんの、こう、まあ価値といいますかね、稼がせることに関しては、すごく大きなところだと思うんですよ。うん、で、しかも、それを、毎日今日も袋詰めいっぱいしてたじゃないですか。そうですね。そうですね、うん。で、その姿を YouTube とかで見て、この作業を一生懸命やったら、お金がどんどん稼げるかもしれないってイメージすごくしやすいわけなんですよ。はい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 。物販のいいとかそれでしょうね。しかもそれを YouTube で上げるんだって、うん、商品がこの封筒に入ったものであって、
で、送料も大体想像がつくし、作業量も大体想像がつくと。で、実際飛び込むに作業量むちゃくちゃあると思うんですけども。はいはい。ただシンプルに封筒の中にカードを入れて送るっていうことを繰り返してるだけですもんね。そうですね、そうですね。本当にそうですね。ね、仕入れは仕入れでちょっと情報の収集とか難しいところがあると思うんですけど。だすごく見えやすいところがね、物販の、いいところかなと思うんですよ。そうですね、そうですね、うん。で、そこはそれであるんだけども、じゃあ今度ね、花山さん、情報がビジネスになってきてるじゃないですか。あ、そうですね。もう、この1年でだいぶ変わりましたね。ねえ。で、情報ってあらりが高いんだけども、じゃあ何がどう売れるのかっていうところは、ものすごくつかみにくいんですよね。はい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 、はい、そうですね。やってると割と、うん、まあ、具体的になってくるんですけども、うん、その、うん、情報がどうお金に変わるんですかみたいなね。すごく奇妙なんですけど、うん、まあ、私も最初そう思ったんですよ。情報がどうやってお金になるんだろう、はい、うん。でも世の中を一歩引いてみると情報をお金にしてる人って伝統的にかなりいて、うんうん、例えば弁護士さんとかね、喋ってるね、はい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 、いっぱい勉強して喋ってるだけと。でお医者さんも実は医療の知識を売っていたりとか、医療機器の使い方が分かったりとかっていうことで、うん、まあ医療器具をね転売してるわけでも何でもないですからね。うん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 、だからそういう意味でもそのビジネスが変わってきたっていうのは最初の話に戻りますけどもね、うん、みんなでやらないと物販っていうのは、うん、この家電とかね、それから食品とかできなかったんだけども、はい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 、できるものとしては、まあ、物販よりも情報が向いてるし、今その情報の時代がやってきてね、うんうんうん、いわゆるあらゆる家庭に白物家電っていうのが必ずあって、テレビやビデオが必ずあってね、うんうん、そうですね、物はもういっぱい溢れてるわけですよね。はい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 、はい、だから情報がやっと商売になり始めた時代なのかなっていうところにインターネットも重なってきて、これね今日来てらっしゃる方にもちょっと言いたいんですけども、情報ってものすごく人に役に立つ商品になるんですよね。うん、なんせ情報によって人の困ったを解決することが無数にあるわけですよね。うんうん、知らなかったとかって結構あるでしょ。そうですね、そうなんですかみたいな、あ、こう考えればいいんだみたいな、うんうんうん、そんなことが山ほどあって、私たちは今までないものをあるようにする、要するに物販、物を埋めることが商売になってたんだけども、もう物が行き切っちゃってね、で、うん、相手のところはその飲食店とかもだいぶ増えちゃって、うん、もうなんか飲食店なんて1日にどんなに頑張っても3店行ったらもうお腹いっぱいなんで、うん、そうですね、そうですね、だから情報っていっぱい取り入れることができるわけですよね。ストックもできるし、はい、よくっていう形で、はいはいはい、だからすごくね商売に向いてきていますから、今回ねカードをこうやり取りして商売をする、まあ、物販ってやつがありますけども、はいはい、物販のやり方っていうね、うん、考え方が売れるっていうフェーズに入ってきたわけですね。そうですね、そうですね、まさにそうですね、うん、だからまずはその現場でカードを扱ったり物を扱ったりするのはそれは入り口としてあるんだけども、うん、その経験がなんとね今度アドバイスっていうコンサルっていう商品になってきて、で、そのミストっていうのはこれからもっともっと高まっていくと思うんですよ。うんうんうん。で、花山さんはきっと、YouTube で撮影した、なんか、転売のノウハウとかね、考え方とかね、知った激励とかみたいなのが、パッケージになって、商品になって、これが人気になるのかな、ということでございますよ。本当に、もうなんか、今年はもう、それが結構、自分の中ではなんかヒットな作品になりまして。そうですよね。うん、うん、そうですね。本当にびっくりですね。まさかこんなにとは思ってなかったんで、自分のその手応え的にも。うん。で、それこそもう今年はその情報を多分初めて、人生で初めて売った年になったんですけど、うん、このサロン、オンラインサロンもそうだし、そのノートで記事を書いてみるっていうのとかも。そうですね。うん。で、これも今年初めてやったんですよね。今年の5月ぐらいに初めてやったんですけど、うん、これも100冊売れてるんですよね。すごいね。すごい。で、もうそれがこう、自分の中で信じられなくて、うん、なんかこれすごいなと思って、だからこれ僕の力というよりかは、まあ、そういうもう、うん、まあ、時代のなんかトレンドというか流れに、ただ僕が乗っただけみたいな、うんうん、そんな感じはするんですよね、すごい。うんうん、いや、まさにそこなんですよ。うんうん、やっぱりね、稼ぎ方に迷ってらっしゃる方結構いらっしゃって、うん、で、今でもね、実は昨日、一昨日だったかな、NHK の番組を2つぐらい見て、はいはい、今年ね、女性に何が起きたみたいなテーマだったんですけども、
うん、すごい気の毒なことがいっぱいあってね、うん、もうこれはこれを自己責任って言い放つやつはもうどうしようもないやつだなと思うんですよ。自己責任じゃなくてもうこれ社会が急に動いてしまったからそれついていけないよねっていうところが結構あってね、だその話はまた別に行くんですけども、あのまあ現象だけ捉えた時って、私はね飲食店で働いていらっしゃる方とか宿泊施設で働いている方ってこの時代の変化をもろにね吸収できずに受けやすいわけなんですよね。特に今回みたいな、人が動かなくなっちゃって、止まらないし、食わないし、国がそれをやめろって言ってるし、みたいなね。で、君には自粛警察まで出てくるし、みたいなね。はい。やりにくい時に、ずっとね、女性をもっともっと活躍する社会にするんだっていうふうに、まあ、安倍総理はじめ、こう、推してたわけなんですけども、その職場っていうのが、いわゆる飲食の現場であったりね、で宿泊に関わる子だとかっていうところにどんどんこう、うん、女性の場所を作っていったんですけども、それがものすごい裏面に出ちゃって、うん、でしかもその定額給付金はじめね、あの、昭和ほとんどなくっていきなり収入がなくなっちゃったみたいな、でこれはすごく皮肉な話なんですけども、だけどそういうふうな働くところがなくって生活に困ってるってことを取材して一つの NHK っていう情報番組できてるんですよね。はい。まああの NHK なんでちょっと違うかもしれないけど、いわゆるそれで利益を上げてる、情報で利益を上げちゃってるわけなんですよ。そうですね。そうですね。そこになんかゾッとするものがあってね、僕はね。だから結局あの本当に大切なことをしてる人がいつも報われなくって、その情報っていうところを昔から牛耳ってた人がものすごく年収も高かったりとか、マスコミを牛耳って情報をね、取捨選択したりとかね、まあいわゆる隠蔽したりとかしてるわけなんですよ。だからそこはちょっと悔しいなと思うんですけども、ただちょっと一歩引いてみてシンプルにね、飲食店ってそして宿泊施設って一回始めたら30年ぐらいローンが来るんでやめられないですよね。でそこにたくさんの人が、まさに一人じゃできない商売なんで、たくさんの人が自分の生活とか人生かけてるっていう図が、もう、まあ前々から思ってたんですけど、これすごいリスクが高いなと、今回本当に痛感して、まあだから自分はそこにいなくてよかったね、じゃないわけなんですよ。これをなんとかね、その、この機会にもっともっと知らしていかないといけないなってことなんです。このリスクの高さとか、その割には全く報われていない、その、なんですかね、待遇とかね、でいざとなったら何の保証もないみたいな形で、でだからね、じゃあすぐどうしろってことはないんですよ。ただやっぱりこう、あのそれも今日の動画の冒頭で話したように、昭和30年代とか40年代みたいな時だったら、全然黄金の商売だったわけですよ。でもこれから人口ピークアウトしていって、どんどんこうミニマリストみたいなのが出てきたり、ちっちゃくなってるんですよね、パイがね。そうですね、で外食も店舗は増えたけども、なんか1人1食とか2食、まあ3食したらもう精一杯なわけですよ、なのに店舗増えるっていうね。で価格が落ちていくから、あの過当競争でもうニッチもサッチもいかなくなってるところに、じゃあ逆に、ね、情報を発信する人ってむちゃくちゃ足りてないんですよ。ここが大事なんです。情報を発信する人が全然足りてないから、それこそさっきの人の惨状を特集するだけでもお金になっちゃうみたいなね。こんなことが起きてるから、私はね、強く言いたいのは、やっぱりこう、花屋龍馬さんの例もあるし、まあ、私も一部そうかもしれないけども、その、どの情報を扱っていこうかなっていうことが商品にしていくとか、この道で行くのかってことは、まずね、ポジション取ってもらって、あとはそれをね、やっぱこう続けていかないといけないかなっていうところですね。そうですね。店舗なんて30年かかってやっと返済が終わるから、そっから黒字なんですよね。恐ろしいことだ、これは。そうですね。数年で返せることあるけど、まあなんせ設備投資が最初でかすぎるんで、でいろんな資格取ったりとかね、で従業員のなんか教育とか衛生管理とかむちゃくちゃ大変で、その割に単価ってなんかランチで500円とか、なんか3000円で飲み放題、食べ放題みたいな、これめちゃくちゃな金額ですよ。こんなのでやっていけるわけないんですよ。本当そうですね。本当そうだと思いますね。でも、私がちょっとね、希望を持ってるのは、そういうふうな業種でもう本当にね、まあ、痛い目を見るっていうかね、すごく苦しい思いをした人が、情報発信っていう方に来たら、個人でできるし、
もう何でもいくら活動してもお金かかんないし、うん、でやってる人は少ない、うん、もっと言ったら続けてる人が少ないんですよね、うん、そうですね、そうですね。で私はね去年花屋良馬さんの活動を見てて今1年経つわけじゃないですか、はい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 、確かにあのカードで転売をしたって下地はあったけどもだけども、うん、圧倒的に今年の情報発信の量1年間やってきて、うん、自分の暮らしに責任持てるぐらいにはなってきたと思うんですよ。はいはいはい、はい、多くの人の信頼も集めてるし、うんうん、これが何を意味するかって言ったら1年間情報発信して稼ぎないことってないんじゃないかなっていうところに来るわけですよ。うん、そうですね。いや僕は本当にそれは本当に思いますね。ね、だから花屋さんは俺でもできたんだからみたいな気持ちになるでしょ。うん、そうなんですよね。思うんですよね、それを。ね、いきなり28歳、9歳ぐらいでしょ、うん、そうですね、そうですね。28の時に始めましたね、うん、YouTube を。じゃあ28、29で情報発信じゃないところに転職して、今頃どうなってたと思いますかって言ったら、ちょっとゾッとするもんがあると思うんですよ。いや、もうそうですね、本当に。もうここの道でよかったと本当に思います。うん。だからやっぱりこれからもね、いい情報発信をしていっていただいて、で、絶え間ないね、もう本当に一日中 YouTube が更新されてるみたいなね。うん、でやっぱこの道みんなすごいよと、うん、みんなおいでよみたいなねそんなメッセージを、うん、私もやるけども花屋良馬さんにもねやっぱりこうこれからも続けてってもらいたいなと思いますし、うん、そういう姿を見てやってみようかなっていうエネルギーを枯らさないようにねこれからの情報発信する人には持っていただきたいかなと思うんですよ。はいはいはい、はい、私もそうだけども本当情報発信ってものすごく人を救ったりとかねあの、うん、今回持続化給付金の動画に対してすごく感じると思うんですけども花屋良馬さんの動画を見て、うん、もうちょっと生きてみようかなと思ったとかね、うん、頑張ってみようとか、人を信じてみようかなと思った。だから命は何か救ってると思うんですよ。うんうん、すごいですよね。うん、そうですね、うんで。僕らはコメント見るだけだけども、そのコメントを動画で読まれるってことの感動とかね、あ、認められてるのか、うん、これ多分、このコメントを書いた方がね、周りにも何人もの人がいるのに、誰にもやってもらえなかったことかもしれないんですよ。だからこれからもね、その花屋良馬さんの優しい放送をね、やってもらいたいし、あるときはね、結構こう、切り込んでいく強さを見せていかないといけないしね。うん、まあ、立派な放送になりますよ、はいはい、本当に。まあ、私のね、一人で喋ってしまってすいませんでした。いやいや、ありがとうございます。本当に。面白いです、すごく。じゃあね、ちょっとね、あの、お金とかね、ビジネスのことからちょっとだけ離れて、柔らかい話題を今度ね、はい、真面目にやっていきたいと思うんですけども、これ恋愛をね、はいちょっといじってみようかなと思うんですけども、はいはい、大丈夫ですか、はい、いいです大丈夫ですねそうですね恋愛、はい、いいですね面白いですね、うん、これはちょっと花屋良馬さんから仕掛けてくださいなんかいやそうですねなんか久保さんが、うん、結構まあ僕は久保さんのビジネスの顔をすごい見てきたので今まで、はいうん、だからお金を稼ぐとかあそういったものがまあ本当にコンセプトの YouTube だったのであんまりそういう恋愛のこととか恋愛でモテる方法は解説してますけど、はい、あんまり久保さんの素性そういうのは見たことないなっていうふうに思っていて、うん、であとなんかその YouTube をライブをしてる時とかに久保さんにちょっと恋愛の話を聞いてみてくださいよっていうのを聞かれたんですよ。あ、そうなんだ。そうそう。久保さんはどういう恋愛をするのかなどういう人が好きでそのエッチな気持ちはあるのかっていうここら辺を聞いてみたいですね。そう面白いですね。そうあんまり久保さん話さないから。そうそうこれをちょっとどういうふうに久保さんが思ってるのか。まあなんかエッチな気持ちはね50近くなってもちゃんとありますよ。やっぱありますよねやっぱり。ありますただねその出現頻度が減ったことは減りましたね。うん、ああなるほどなるほど。あの多分。考えることが、うん、その異性とか女性とかね、うんうん、なんか可愛らしいとかなんとかじゃなくってなんかもっとね、うん、かっこよく言うとねこう崇高なものにちょっと見えてくるのかなあの、家族を支える大事な存在が女性であってでその女性を男が守んなくてどうするのかなとかね、うん、だからそういうふうな気持ちにもなってくることが多くって、うんうん、だからねあの30代とかね、うんうんうん、40代の前半まで恥ずかしい話ね。だから本当つい数年前までこう、うん、例えば車を運転するじゃないですか。はい、信号待ちじゃない、はい、信号待ちを。で、自転車でパーッとなんかこう制服の女の子行ったら、これ見るみたいな。はい、だけど、最近ねえなと思うんですよ、それが。なるほど。
最近はね、なんかね、安全に暮らしてほしいなって気持ちはあったり、あー、なるほど、うん、あの、なんていうのかな、うん、その、SNS とかで詐欺にあったりとか、うん、女の子が悲しい事件にあったりとかすると、うん、なんか怒りに燃えるっていうかね、うん、なんか、まあ、なんか すごくね、Facebook についつい記事を書いてしまう。なるほど、なるほど、なるほど。特にね、特にね、うん、あの、家庭とか、うん、学校とかで、その、そういう事件っていうのは、もう多いのは仕方がないのかなと思うんですよ。だって、はい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 、学生さんは学校にいるわけだからね、うんうんうん。で、そういうのがやっぱニュースになると、あの、子供たちの行く場所って、これからどこにあるのかなとか思っちゃったりね。ね、そう、うん。で、まあ、エッチな気持ちってのはその辺で置いといて、また、別の時に行きましょう、うん、そっからは。エッチな気持ちはあるけど、なんか一点集中みたいになってきました。ある特定の時間になって、大抵はちょっとそれが飛んでるみたいなね。あ、だからね、もうマックスだったのがね、やっぱりね、20代の頃でね、20代もなんか猿状態で、うんうんうん、なんかとにかく24時間、誰かとやれねえかなって考えてた。まあそうですよ。そうですよね。だからやっぱり出会った人は100人いたら100人声かけるわけなんですよ。うんうんうん、一定の確率でうまくいくじゃないですか。まあそうですね。で、苦手なのが別れ話なんですよ。あ、別れ話は全くできなかったんで、だから出会う人出会う人かぶっていくわけですよね。いやでもなんか別れ話が苦手なのは分かります、すごい。で、いいですね。20代の頃はあのスーパーに勤めてたんで、まあ、唯一会社員やってたのがそのスーパーマーケットなんだけど、はいはい、あのスーパーって9割女性なんですよ、うん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 、でお客さんも女性なんですよ、うん、あ、そうですね、そうですね。男性は一方的にはっきりとモテるんですよ。うん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 。大した人間じゃなくてもはっきりとモテるんですよね。うんうんうん、数の原理で。うんうん、まあ、そうなると、うん、さっきみたいなやり方してると、別れるのが下手で、出会っていく人にアプローチかければ、うん、だんだんこう積もり積もっていってね。これが社内の人たちなんで、大体、うん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 。で、会社で一堂に会議とかで集まるときに、もう修羅場ですよね。なるほど、なるほど。で、社員旅行ってやって、うんうん、社員旅行も修羅場ですよね。そこら辺からちょっと想像がつくと思うんですけど。いや、でもなんか気持ちはすごいわかりますね。うん、で、多分ね、もう本当多分っていうか、絶対僕は悪いんだけど、そういうふうなけじめのないことやってるのね。本当申し訳ない、うんうんうん、悪いんだけども、うんうんうん、でも女性同士がね、あの、うん、自分が、あ、久保さんはあの子ともこの子とも付き合ってるって分かってるんだけども、うん、ことを荒立てないんですよね、なんかね。あー、なるほど、なるほど、うん、だからそこに当時僕もの、なんか頭本当にどうしようもない人間だったと思うんで、うんうん、それを知っててやっぱりこう、まあ、ずるずっとやってたかなってところがあってね、うんうんうん、でしまいにはその会社にあまりの女性関係の悪さにいられなくなって逃げるように広島に引っ越してきたんですよ。なるほど。なるほど。まあざっくりとそんな感じで、あ、だからそういうのも込みで、私はちょっと女性関係苦手でしたよ、そういう感じで。苦手ってのは何かっていうと、うん、女性に対して苦手っていうよりも、あの、うん、なん、気持ちがなくなっても別れることがなかなかできなくってね、未練もあったし、うん、なんだろう、けじめがつけられなかったんですよね、うん、で、出た結論が、まあ恋愛もそうだし、ビジネスも浮気は絶対ダメだなと、で、一点集中しかないなと思ってるんですよ、うんうん、で、やっぱ自分もそんな楽しみの中にも、なんかこう、まあ、辛かったって言ったらね、うん、なんかまた自分勝手なんですけども、これじゃ良くないなってずっと思っていながらも、うん、なかなか感情とかが制御できなくってね、うん、なんか自分はちょっとこう、良くない時期を過ごしてきたかなと、うん、ほんとね、あの、だからこそ今があるっていう言い方もあるんだけども、でも当事者の女性としたらね、冗談じゃないわって話になるんで、あんまりね、この、うん、笑いながら語れないんですよね、うんうんうん、だからこれはあの、うん、もしこれがね、うん、何かの形で生かせるとしたら、まあ、女の人にね、もっとね、まあ、気をつけろよっていうのも変ですけども、男にもうちょっとね、うん、かっこよく生きようぜってことを教えていかないといけないかなと思うんですよ。自分のこと棚に上げて、うんうん、もうちょっとお前ヤマト魂貫いていけよみたいなね、うん、一人の人を愛するだけで一生なんて短いぞみたいなね、うんうんうん、浮ついてる暇ねえぞみたいなことをね、これからやっていって、うん、まあ、自分なりにちょっとね、償おうかなと思って、なるほど、綺麗にまとめればね。
うん、そんな頃、恋愛はちょっとかっこ悪かったです。だから、あのそういった恋心とか制御できなくって。まあ、そんなことですね、あの私の場合は。うん、今はね、あのおかげさまで、奥さんがいてね、あの、うん、非常にもう、この上ない家庭をいただけてるんで、うん、もう絶対この家庭をね、あの、こう、なんていうんですかね、まあ、守り抜いていくぞって言ったらね、まあ、自分一人でやってるわけじゃないんで、うんうん、ただまあ、気持ちとしてはね、もう俺がやらなくちゃみたいなところはあるかなと思いますね。うん、すごいっす。まあこの辺にしといてください。なんか言葉にするとね、さ、火が出るんで。いや、面白いですね。いや、そっか。面白いです。すごい。だからなんかね、こういうふうな自分のことをざっくり恋愛で語ると、まあ、こんな感じになるんですけども、例えばこんな時どうしたとか、あんな時どうするみたいなのになると、結構こう、面白おかしくはできるんですけどね。ああ、なるほど。その場面においてっていう。そうですね。だから、久保さん、これ聞いてもいいですか？なんか、はい、僕の YouTube って結構女性に奥手の人結構集まってくるんですよ。はいはいはい。で、だからこう、なんて言うんだろうな。その本当、女性経験がない人も結構来てくださっていて。うん、はいはい。でもやっぱ、どうしたらいいかわからないっていうことがやっぱあるんです。うん、はい、はい。で、この、そういう人たちに対して久保さんならどういうアドバイスしますか？アドバイスね。まずはね、うん、あの、自分がどんな未来像を持ってるのかってことをしっかり持っておくことかなと思うんですよ。うんうんうん、で、それを語りってわけじゃないです。それはね、聞かれたら話すのはいいんだけども、自分から喋ったら、やっぱりね、疎まれたりとかするんで、やめた方がいいかなと思うんですよ。うん、大事なのはやっぱりね、分かってあげることなんで、だから7割聞いて3割喋るぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思うんですよ。で、3割喋るの3割っていうのは、話したくなるように話しかけてあげることかなと思うんですよ。うんうんうん、もうちょっと具体的に言うと、やっぱ尊重してあげて、尊敬してあげて、まあ、褒めてあげるっていうかね、もっとちょっとこう下世話な言い方すれば、おだててあげるみたいなことを繰り返した方がいいかな。うんうんうん、で、まあ、私の場合はその、なんていうんですかな、あの、そうですね、なんかあんまり言いにくいんですけどね、うん、まあ、女性にはね、あの、奥手な人でもできる、ワン、ツー、スリーがあるんですけども。うんうん、まあ、女性に会うじゃないですか。やっぱりね、うん、あの、嘘でもいいから、髪型変わったとかね、うん、髪綺麗だねって、髪をとにかく褒めるといいんじゃないかなと思うんですよ。うん、あと、イヤリングをつけてたら必ず、センスいいじゃんって自分で選んだのみたいな感じで聞いてあげるとかね、うん。で、自分で選んだのっていうのは、プレゼントされたのみたいなデリケートなことがあるんで、いきなりは聞いちゃダメなんだけども、うん、あの、まあ、身につけてるものとかね、アクセサリーはやっぱり、気にしてあげるっていうかね。うん、そういうところからだんだん奥手を奥手じゃないに変えていくってことができると思うんですよ。で、うん、これはね、うん、反応がみんないいんで、誰に対してやっても、うんうんうん、それこそね、カジュアルな格好してきても似合うね、そのカジュアルなのっていうのもいいわけなんですよ、うんうん、とにかく気にしてあげることですね、うん、で、自分のことはあのやっぱ清潔にしていくとことか、うんうんうん、まあ、デートじゃなくても女性と会うっていう風なね、前提があるときには、うん、まあ、ジャケット着てあげるとかね、うんうん、なんかその、男性でよくあるのが、こう、バーって寝るじゃないですか、起きるじゃないですか、そのまま出ていくみたいなね、はいはい、寝巻きで、うんうんうん、全然それはアウトなんですよ、うんうん、普段からやっぱり、この着るもののオンオフははっきりした方がいいかなと思うんで、うんうんうん、すぐに出かけてきて、帰ってきたら必ず服は全部着替えて、部屋着にするとかね、うん、案外男性しないんじゃないかなと思うんで。うん、女性はそれをやるんでね、やっぱりね。そうですね、そうですね、うん、どんな人に会う前でも、どっかに、ね、全部じゃなくても、どっかに、まあ、気を使ってくれるとかね、うんうん、そういうところにやっぱり気づいてあげる心遣いっていうのはいると思いますし、それを表現してあげるところから奥手をちょっと変えていけばいいんじゃないかなと思うんですよ、うん、まあ、他にもね、男性がちょっと変えないといけないってことって結構あって、うん、なんかまずは、ね、モテなくてもいいっていう感じは捨てないといけないですね、うん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 、彼女を作りたい作りたくないじゃなくて、とりあえずね、すべての女性にモテるために頭の先からつま先まで全部毎日クリーンアップしないといけないですよね、うんうんうん、それはもう女性がいつもやってることだし、うんうん、で、女性の敬意だと思うんですよ、そういうの、だらしない格好で女性の前に立たないとかね、うん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 、で、割とね、身なりを整えたら奥手が奥手じゃなくなるんじゃないかなと思うんですよ。ああ、確かに、なんかそれ分かりますね、うん、
あの自分の顔とかに自信がある男性ってあんまりいないと思うんですけども、うんうん、でもね、変えれるところあるんでね、着てるものとかね、身につけるものとか、うん、確かに、うんうん、で爪を切るとかね、うんうんうん、髪を整えておくとかね、なんかこう赤色に染めるとかも、うん、そうですね赤色にそうですねじゃないかなと思うんですよ。で、うん、この花龍馬さんはね、ちょっとマジックができるんで有利なんですけども、ちょっとしたことで楽しませてあげるみたいな、うん、驚かしてあげるみたいなのを一個だけ隠しとくといいんじゃないですか。なんか、ああ、そうですね、うん、いいと思いますね、うん、まあそれがね、うん、何なのかっていうのはね、この下の概要欄から私のねノートを買っていただくということいいですね、ないけどないけどねそんなものはないけど、でも面白いですね。まあ、確かにそうっすよね。まあ、まとめて言うと、あの、いつもおもてなしの心を持ってることじゃないですか。うん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 、女性とあればですよ、そのおばあちゃんだろうが、うん、3歳、5歳のちっちゃい女の子だろうが、どうやってこの年代のこの人をね、あのおもてなししちゃうかなっていう、そのホテルマンになった気持ちで、いつも生きていくことかなと思って、それは何よりも自分のそのビジネスのトレーニングになると思いますし、うん、楽しいと思うんですよ。どう驚かせようかな、うん、どう楽しませようかなとかね。そうですね。うん、でそれが楽しめなかったら、やっぱりね、あの、奥手のまんまになっちゃうと思いますよ。奥手ってのはね、私ちょっとね、言い過ぎでなければ、こう言わせていただきたいんですけど、奥手ってのは結構自分勝手なんですよ。自己肯定。いや、でも言いたいことは分かりますね。うん、奥手の自分を肯定してるわけなんで、やっぱり女性から男性に声かけるのもかなり勇気がいるんで、だったら勇気はこっちから出してやらないとっていうふうな、ね。男性はそのぐらい、ちょっと泥をかぶる勇気がないと、まずは、やっていけないんじゃないかなと、うんうん、そうですね、うん、とまあ共にだからね、自分のことも鼓舞しながらねやっていくんですけどね、うん、そうですね、うん、はい、じゃあ花龍馬さんはどういうふうに思います、奥手の人に対して。奥手の人に対してですか。でもやっぱそのさっき言われましたけど、あのきつい言い方をするとその自分勝手だみたいなのは結構思って、でもこれ僕も、うん、僕もそんなポジティブな人間じゃないので、どちらかというと、まあ、多分そのネガティブというか、多分ネクラなところ結構あるんですよね、うんうん、でだからこう、うん、そのモテない男というか、うん、奥手な人たちの気持ちはすごい分かるんですけど、うんうん、僕結構意識してきたのは、まあ、男性に対してもそうなんですけど、うんうん、さっき言いましたけど、おもてなしの心みたいな、うんうんうん、だからこう、もう女性に限らずみたいな結構意識しているところがあって、うんうん、で、まあ、これ多分なんかマジシャンとかを始めた時ぐらいからかな、それを思い始めたのはなんか、うん、うん、で、あ、でその結構楽しんでもらえることがすごい嬉しかったので昔から、あ、はいはい、うん、っていうのをやっていると、今までとは明らかにこの、うん、モテてる感が違ったんですよね、なんか、うんうんうん、だからやっぱその奥手の人がやるべきことって、常に相手をどう楽しませるかとか、うん、これだけを考えとけばいいのかなっていう、それは男性が相手でもそうだと思うんですけど、はい、そうですね、なんかそれで考えとけば、うん、奥手じゃなくなるというか、奥手だったとしてもなんかそのいい奥手になるのかなみたいな感じは思ったりします、うんうん、常にサプライズじゃないですけど、うん、そういった意味ではなんかそのマジックの力、手品の力だったり、うん、なんかその特技みたいなのを磨くっていうのも一つの手なのかなみたいなことは思います。うん、まあそれはそうですね、うんうん、まあマジック以外になんかおすすめする男性のその切り札としてのアイテムってなんか考えられます？うん、僕はなんかこう唯一無二が結構、唯一無二っていうと言い方はちょっと極端なんですけど、うんうん、インパクトが結構好きなので、おう、なんか髪型とか、はい、隣の人と一緒にしないみたいな、うんうんうん、確かに、記憶に嫌われたとしても記憶に残れみたいな感じを持ってるんですよ、うん、なんか、うんうんうん、もしその自分のこと好きになってもらえなくても記憶に残った方がいい、まずっていう、はいはい、まあ、特に YouTube とかもそうだと思うんですけど、一番多分ショックなのは興味を持たれないことだと思うんで、あ、うん、だからこうどんな形でもいいから、とにかくそのそれは見た目なら見た目でも喋り方でもいいから隣の人と同じことをしないみたいな、うんうん、ここがまあ一つのポイントかなって思ってます。はいはい、うん、うん、まあそういう驚きのアイテムを持って、まあ、女性をおもてなすってことですかね。そうですね、そうですね、でも究極話に詰まってこれダメだと思ったらもうトランプ出すみたいな
あ、なんか、ちょっといいこと思いついたな。なんかその、もてなしの心がない人はもてないっていう、もてなしになる、つながるという。あ、そうですね、そうですね、本当そうですね。うまいですね。まあ、もてないってことはもてなしてないんですね。もてなしてないですね、全く。ステージ内でもてなすか、サプライズでもてなすか、なんかいろいろと用意しとかないといけないですね。そうですね、そうですね。ね、いやー。本当そう。もてなしはいいな。なんかそれちょっと今度から僕も YouTube で使います。使ってください。さっきの言葉いいわ。いや、いいですね、さっきのは。本当に。まあ、速稼塾もね、あの、タイトルにちょっとギャグが入ってて、早く稼ぐって書くんですけども、こうやったらうまくできますよって言ったら大抵、あ、そっかって言うんですよ。だから、そっか、気づきを提供する塾なんで、ね。なるほど、なるほど。そういうことか、みたいなね。ああ、なるほど、なるほど。というところでね、ちょっと今日はね、花嫁さんに聞いておきたいことがあったんですけども。はい、はい。で、花嫁さんも、一つのビジネスというかね、まあ、アドバイスとか、コンサルのコミュニティを運営してると思うんですよ。はい、はい。その、なんかチーム名っていうかね、速稼塾みたいなタイトルってあるんですよ。いや、まだ決めてないんですよね。おぉ。まだ花嫁龍馬オンラインサロンになってるんで、そう、来年度は2期になるんで、うんうん、ちょっとなんか新しく名前をしたいなと思ってるんですけど今、うん、なかなかちょっとひらめかなくてですね、はい、ちょっとだから問題解決してほしいなと思ってます。どうしようかな。なんかそう、どっかでフラワーショップっていうのが出てたけど。いいですね。フラワーショップって何やみたいな。いやー本当に、まあ、迷いますね、名前。その、そう、速稼塾みたいなのとかドリームアカデミアみたいなの欲しいなと思うんですけど、なかなか、なんかピンとこないんで、うん、ガチンコビジネスクラブでいいんじゃないですか。あ、いいですね。GBC とか。いいですね、ガチンコビジネスクラブ。面白いですね。あ、それは面白いかもしれない、ね。あ、いいっすね、はい。それではね、あの、お金のことと、あと今こう恋愛のことを話してきたんで、はい、3点目で今日ね、あの、テーマにしたいのは、これ一番ちょっと捉えにくいと思うんですけども、うん、こう未来のことについてですね、これからのこと、うん、未来のこと、はい、大きく分けて将来にもうね、うん、あんまりいい見通しが全然感じられない、いわゆる先が見えないっていう方もね、当然いらっしゃると思います。で、もうこれからね、どんなことが起こるのかワクワクしちゃうよみたいな、早く明日来ないかなみたいな、そんなね、明るい未来を描いてる、まあ、方もいらっしゃると思うんですよ。まあ、花嫁さんは後者だと思うんですけども、ただやっぱり私たちの、ね、私もそうだけども YouTube のコメントとかメッセージに来るのってどっちかっていうと前者でしょ。そうですね、そうですね、うん、もちろんね、私たちが将来暗いよねって言って集まってくる人はあまりないと思うんですけども、うんうん、そうですね、そうですね、頑張ろうぜみたいなところにね、なんかついていこうかなとか、うん、一緒に走ってみたいなって方が来てくださると思うんですけども、うんうん、やっぱりその未来ってものは基本的にはね、私はね、悪くなる一方だと思うんですよ、うんうん、例えば自分のこと、年を取っていって、うん、いろんなことができなくなったり、友人が死んだりとかね、うん、で、まあ、親戚とか親とも縁がなくなってきたりとか、シンプルに考えて何もしなければ悪くなる一方なんですよ、個人的にも。社会もほっとけば誰かの意思によってね、自分とは全く関係ない方に動いちゃうみたいなことがあったりとかね、うん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 、なんかね、 GoTo キャンペーン絶対やめませんとか言って急にやめるとかね。そうですね、いや、僕ね、これね、本当に言いたいんだけども、年末年始のために食品の仕入れをしてた業者さんとかね、それから人員配置シフトを作っていたそのマネージャーさんとかね、ひどい目に遭ってると思いますよ、こんなん。あ、そうですね、うん、絶対辞めないっていうことで続いてきたから、いろいろね、年末年始の段取り組んで頑張っていこうよみたいな感じでね、うん、感染症対策しようよっつってね、いろんなこのスプレーとかね、なんか保険とか手袋とか、うん、アクリル板とか整備したとこもあると思うんですよ、うん、よし年末だみたいな、うん、ありませんとか言って、ね、何みたいな、うん、そうですね、でこういうのも込みで、うん、もう本当にね、もう一寸先は闇というかね、昔から、うん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 、でこういうところに、でもこういうことができるじゃんとか、でもこういうふうに変えていくことができるよねっていうふうに私たちは見つけていかないといけないですよね、うんうんうん、でしかもその見つけたことを自分でやって、あ、よかった、うん、ほらねってなるから、まあ、明るい未来を自分で見出していけるんではなかろうかっていうふうに考えていけるし、うん、でそういう姿を見てね、うん、
あ、やっぱそうだよねって、元気出たわとかね、やってみようかなっていうふうな気持ちにさせられると思うんですよ。これね、最近の私の体験ではね、あのポイントサイト、ね。はい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 。アンケート1ポイント、2ポイントずーっとやってったら、アマゾンギフトカードが1万円もらえるみたいなね。そんなのに出会ってるんですよね。だから、やろうよみたいなことで、あ、やっぱりアンケートも大事だよねっていう形で、復活してくれた人とかね、それを機会にモッピーに登録してくれた方とかいらっしゃって、あ、やっぱりね、あの、なんとか未来に、こう、風穴を開けようと思ってやる人が一人でもいたら、なんかブレイクして、わーっとね、ついてくる、来てくれる人が出てくると。うん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 。で、そういうふうなね、私はこう、なんですかね、期待があるなと思うんで、定額給付金とかね、生活保護も、バカバカしいことかもしれないけど、一人から始めたら、もしかしたらね、大きな流れ作れるんじゃないかな、みたいな、すぐ思ってますね。で、私が思うのは、あの、まあ、一人でできることって、たかが知れてるんですよね。でも、どんな大事業も一人から始めてるって、これなんですよ。これちょっとね、今年のね、まとめる速稼塾のね、新しい座右の銘に加えようかと思ってるんですよ。これ最近思いついた。ああ、なるほど、なるほど。いいなと思って。いいですね。で、花屋の人にね、ちょっと聞いてみたいんですけども、花屋の人にすぐ思い出せないかもしれないけども、あ、これをなんか未来に希望を感じたなとか、これはこれからもちょっと挑戦していきたいなみたいな、そのさっきの私のポイントサイトみたいな、ちょっと例とかがあったら、ちょっとお聞かせいただきたいです。なんか思いつきます？もう YouTube 一点だけです。おー、YouTube。ここだけしかないな。もう YouTube とか、まあ、あるいは、まあ、Zoom とかも最近ありますけど、とか、まあ、他の SNS のなんか、17ライブとか、最近では LINE ライブとかっていう、なんかこういう YouTube 的なこの動画のあるじゃないですか、SNS っていうのは。はい、これがまあ、一番、手っ取り早いかなってやっぱ今でも思いますね。その YouTube をね、やってきて、これ良かったぞ、すごいぞみたいなことを、まあ3つぐらいにまとめるとしたら何か出てきます？3つ。まあ3つが出るか分からないですけど、1つとりあえず今出てきたのは、多分視聴者の人以上に自分に最も影響があって、なんかこう、まあ、この1年 YouTube こうずっとやってきましたけども、まあ、中にはその感謝されることとかもあったりはしたんですけど、一番は多分自分が変化してきたなってことをやっぱ感じているんで、その中で、まあ、例えば、まあ、僕はまあビビたるもんですけども、今年は自分の商品を販売できたりとかっていう利益に売り上げも立つことができたし、でもその一方で、まあ、人間の成長、まあ、自己投資っていう言い方がいいのかわからないんですけども、もっと変わったみたいな、このズームがあるのも、まあ、YouTube のおかげなので、ってなるともうこれをやらなければもう僕は不可能だと思ってるんですよね、なんか変えるっていうことに関しては、だからもう、もうこれしかないかなみたいな。 YouTube っていうのは自分の成長にもつながるし、それになんかその中でやっぱ見てくれるファンの人とかができてきて、自分の商品が販売できたりっていうチャンスがやってくるというふうに思っています。これもう理由はもう一点、これだけですね。ああ、もう十分ですね。だからそれをね、去年花屋のよもさんのチャンネル登録が120人ぐらいの時に出会えた、私はすごくラッキーだと思ってるんですよ。毎日チャンネル見せてもらって、毎日成長を見れて、成長って言ったら本当に偉そうな言い方になっちゃうけども、毎日花屋龍馬っていうね、ドラマを見ていて、こっちまでなんかワクワクしちゃったみたいなね。ありがとうございます、本当に。で、そういうところを見て感動した人が、多分今日もライブに来てくれたと思うし、この YouTube をね、今日も見てくれてると思うんですよ。まあ、ですので、やっぱり私たちの共通の思いとしては、いや、YouTube みんなやろうぜ、みたいなね。これを置いて他にないよ、みたいなところですよね。いや、本当そうですね。本当そうだと思います。だからね、チャンネル作られてる方は今日ね、お越しになってくださってるから、チャンネルがあるよって方はいると思うんですよ。でもしね、YouTube からまだね、十分なものを取り出してないとしたら、これは、動画の更新が、まだ、もっと足りないのかなと思った方がいいかなと思うんですよ。やっぱり、花屋龍馬さんもね、1000本とか2000本の単位でやってるところがあって、で、シリーズも作ってますしね。そうですね、そうですね。で、最近のね、振動とかクロートシリーズも、まあ、シリーズの一部だし、
はい、そうです。本当そうですね。日課ですよ。いや、本当にありがたいです、もう。本当に、ね。作るのが日課もあるけども、見るのが日課っていう人もいるわけですよね。あ、そうですね、そうですね。そういう意味では、みんなと一緒に YouTube を作ってるわけなんで、うん、何もね、私たち2人でやってるわけじゃないと。で、うん、見てくださる方が、あの、ここ、確実にいてくださってコメントも入るし、再生数という形で数字にも表れてるんで、来店客数っていうのが、その意味ではね、ずっと素直に出てるわけですよね。で、やっぱそれはね、多いから嬉しいなってところもあるけども、その、少なくったって、一人一人が時間を割いて、自分の貴重な人生をね、より分けてくれるっていう意味では、もう無限の感謝をしたいんで、うん、これからもね、なんかこう、ご要望とかね、テーマに挙げてほしいということだったら、どんどん遠慮なく出してほしいですね。そうですね、本当にそうですね、もう。で、多分、その、季節して私たちが取り組んできた、特別定額給付金っていうテーマは、多くの方が見たかった、うん、知りたかったテーマだったんだろうなと思うんですよ。だから知りたいんだと思うんですよね。で、これは、あの、今度第3次補正予算とか、2021年度、令和3年度の、まあ、一般会計がね、今度からできてくるんで、そこにもなんとか組み入れていただくように、まあ、実現はしないんですよね。わかんないけども。でも、活動をやめれば絶対実現しないんで、我々しかやってる人いないんでね。そうですね、そうですね。でも負担にならない程度に、これからもね、声を上げていきたいと思いますし、まあ、できることをね、ちょっとやっていって、まあ、それがね、何になるのか、本当はっきりわかんないですよ。5万、10万をね、一回支給されたからって人生は救われないんで、ただ、なんか信じてみようかなっていう人が出るかもしれないし、やれば何かはできるんじゃないかなっていうふうに思っていただけるとだったら、これはね、ほっといたら暗くなるべき未来がちょっと明るくなることかなと思うんですよ。まあ、中にはね、やったけどダメだったじゃないかなってなんか怒る人も出てくると思うんですけども、なんかね、そういうのも込みでちょっと抱えていこうじゃないかということですよね。そうですね。で、その YouTube のことなんですけども、なんかこれから取り組んでみたいテーマとか、もう思い迷って浮かんでたりするんですよ。テーマ、テーマは全くないですね。ないですね。ただこう、なんかやっぱり1年半ぐらいやってきて、思ったこと、なんか今日ちょっと昔の動画を少し帰ってみたんですよね、今日、1日、一番最初にあった動画とか、1ヶ月目、2ヶ月目、それこそ久保さんと会ったばっかりの頃の花よりもちょっと見てみたんですけど、あ、なんか俺めちゃくちゃ楽しそうだなと思ったんですよ、なんか、当時。だ最近も楽しんでやってるんだけど、なんか昔の俺の方が楽しんでるなっていう感じが出てたんで、あ、なんかテーマというよりは、あ、もしかしたらなんかそのあ全然なんか最近去年よりも始めた頃よりも楽しめてないのかなっていうことをちょっと思ってですね、はい、その素直に楽しめることをやってみたいなっていうのは2021年思ってますね、なんか、それはありますね、やっぱね、なんかこう続けてるうちにそれ落ちることなんですけども、続けなきゃみたいな、続けるのがね、あの目的になっちゃうことがあるんですよ、たまに。で、それはね、無理やりやると、ともすれば、あの、やらなくてもいい放送することにもなりかねない。いつもね、このワクワクとか、YouTube やりたいとかね、表現したいっていう、その好奇心に溢れていかないといけないなっていう意味で、もう全然全く関係ない分野とかにも首突っ込んでみたりとかね。で、私はね、花山さんがこれからね、あの、これをやったらいいんじゃないかなっていうのが、まあ、YouTube ではあって、それは自分のチャンネル登録の2桁下の人に対して、もうしつこくメッセージを送ってあげるとかね、その人を取り上げて特集してあげるみたいな。で、ものすごく感動するんじゃないかと思うし、そういう人に火をつけられたら、なんか一皮むけるんじゃないかなと思うんですよ。で、通常はね、自分よりもチャンネル登録が多い人と関わったら、ものすごくやったみたいになるんですけども、まあ、あえて逆張りでね。このチャンネル登録10の人を1000に今年はできるんじゃないだろうか、みたいな。頑張っていこうぜみたいなね。それこそリレーシリーズ作ってあげて。そうですね、そうですね。もちろんね、あの、楽しくできる人を見つけられるといいんですけどね。なかなか、そこがなかなかないんでね。そうですね、そうですね。だからここで私は言いたいんですよ。花山さんのチャンネル登録100ぐらいの時に出会えて、今日に至るこのね、ストーリーはね、もう宝物ですよ、私は。いや、もう僕の方こそ宝物です、本当に。もう頭上がりません、本当。とんでもないです。ミスターMさんともね、仲良くしてもらったり、ね、本当に。もみじまんじゅうもらったりね。
いや、本当にもう、なんか特別待遇です、本当に、速稼塾の皆さんからも。いや、とんでもないですよ。まあ、花山さんの立ち位置で、やっぱり刺激を受けてね、頑張ってくださる方もいるんで、やっぱり実際ね。うん、ありがとうございます、本当に、ね。皆さんのおかげですよね。いや、本当にそうですね。じゃあ、ちょっと楽しいテーマを見つけていきたいなっていうのが、この、まあ、来年のことを言ったら鬼が笑うと言いますけども、2020年に取り組んでいきたいなと。はいはい、特に、暗くなりそうな時期ですからね。そうですね、そうですね。来年からもあんまりいい風が吹いてきそうにないし、うんうん、だったら吹かしてやろうじゃないかみたいなね。そういう風だ。そうですね。そうですね。あ、本当そうですね。まあ、ということでね、あれですよ。ちょっと、実際にリアルで会って、やることもあるかもね、そろそろ。いや、もうぜひぜひよろしくお願いします。もう、本当に、もう会いに行かさせていただけたらなと思っております。岡山、もう近いもんね、だからね。もうすぐ行けますね、本当に。山根さんのいる西青倉村も3時間ぐらいで行けちゃうっていうかね、行けるんですけど、うん、結構岡山の根性いるんですよね、3時間。そうですね、西青倉はだって遠いですもんね、なんかどっちか鳥取の方になりますよね。そう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 。そうですよね。うん、だそんな感覚ですよ、花屋龍馬さんのところの距離感って。福山市から。多分、福山。ほとんど笠岡ですね。あ、じゃあもう多分、1時間半ぐらいじゃないですかね、多分。おきっと、きっと1時間半ぐらいだと思います。いや、面白そうですね。いや、本当にもうよろしくお願いします、本当に。楽しみにしてます。いや、それもちょっとね、匂、はい、わせながら。そうですね、そうです。はい、1時間ほどやらせてもらったんですけども、ぼちぼちね、エンディングの方も作っていかないといけないと思いますけども、まだまだ、ね、はい、花屋龍馬さんとやると、こうやって区切りをつけないとね、徹夜になっちゃうかなと思いますけども、動画の更新も他のもいっぱい溜まってると思いますし、私も溜まってますし、はいはい、そうですね。名残惜しいぐらいでエンディングにするのがちょうどいいかなと思いますけども、そうですね。今日はね、ライブに来てくださった方が、5名いらっしゃいます。お、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ライブにはちょっと来れなかったんだけども、私がこのね、ズームライブを開設、実はね、20時半ぐらいからしていたんですよ。はい、はい、はいはいはい。じゃあなぜかその時間に来て、この本編には来ないみたいなこともいたんですけども。あ、なるほど、なるほど、なるほど。いろいろあったんでしょうからね。はい。はい、このね、今日参加してくださった方にも、本当にこう、お一人ずつね、ありがとうございますと言いたいですね。本当、今日来ていただきました。ありがとうございます。ずっと意識しながら放送させてもらいましたね、お互いに。うん、いや、本当に、もう嬉しい限り。で、まあ、再度ね、ちょっと私の方からメッセージを送りたいんですけども、はい。まあ、YouTube ね、YouTube 一つを自分の生活に入れるだけでも、間違いなく人生は変わるんですよ。どう変わるかっていうと、なんていうかな、自分が知られるってことの効果っていうのはどのぐらい強いかですよね。でしかも1回や2回やっただけではやっぱ忘れられちゃうんで、まあ、基本的には毎日更新していくことかなと。短くてもいいんで、その3分5分ならできると思うんですよ。それを毎日やっていくことによっていろんなテーマを扱っていっていただきたいかなと思いますし、YouTube のやり方っていうのは2種類あって、1つのテーマをずっとね掘り込んでいくっていうこと、で私の場合は花屋龍馬さんもそうかもしれないけども、なんかね、その雑誌みたいにやるんですよね。雑誌とか一つのフジテレビならフジテレビみたいな番組をやる感覚で、いろんなテーマをね縮まめていって、それぞれ再生リストに埋めていくみたいな。でそうするとね、広く浅く皆さんと知り合うことができて、で共通の話題としてやっぱりお金の問題解決っていうのがお互い入ってるんで、結局そこに来てくれると思うんですよ。でそのためにも私たちはお金の問題解決ができるように、もっともっと経験とか知識をね積んでいったりとか、こういうふうな場で情報交換したりとか、励まし合ったりとかね、高め合っていきたいなと思いますし、それからね、こういうふうなズームライブっていうのは、何もね、私と花屋龍馬さんが独占するわけじゃなくて、やりましょうって言ってくれたらね、全然やりますもんね。うん、そうですね、本当にやります、やります。で、私の場合はそういうことを利用して、ぜひね、アクセスを高めていただいたりとか、チャンネル登録をね、増やしていただくきっかけにしていただいてもいいと思いますし、もう、なんかね、私はね、やっぱりこう、まだ YouTube のチャンネル登録が1000人とかいってない時って、やっぱりアクセス欲しかったですからね。でもやり方が見つからなかったんで、今はね、恩返しするつもりで、これからチャンネル登録増やしたい方とは、積極的に
こういうふうなね、ライブとかもやっていきたいし、うん、取り上げて、その人のことをテーマに YouTube で、ね、30分とか1時間語っていきたいと思うんで、うん、でもそう語っていこうと思っても発信するものなかったら語りようがないんで、ぜひね、うん、私はこんな人間ですみたいなことをどんどんやっていただいて、チャンネル見てくださいみたいなアピールをどんどんしていったらね、見に行くし、でそれをテーマに動画撮ったりとかね、したいと思いますしね、うん、最初に私がね、花よるまさんにメッセージ送ったみたいな感じで、いやそうですねあれをされたらもうひとたまりもないですね、本当に。だからこう、ね、花よるまさんもね、一緒にやっていきましょう、そういうことをね、いろんな方を取り上げて、この人のチャンネル見てくださいみたいなね、うん、でそれがね、やっぱり情報発信でできるものすごく大きな力になると思いますしね、うんうん、はい、じゃあね、まとめて言いますけども、 YouTube で皆さんね、新しい人生歩んでほしいんで、私も頑張るし、花山さんもこれからもどんどんやるんで、はい、ついてきてほしいというよりも一緒に走ってほしいですね。そうですね、そうですね、はい、うんうんうん、ということがね、私の今日のメッセージですね。花山さんからなんか皆さんにメッセージをお願いしたいんですけども。そうですね。まあ、今日は今 YouTube の話とかもちょっと出たんで、うん、YouTube やりたいっていうふうに思った人も多分中にはいたりとか、もうやってるよって人もいると思うんで、なんか YouTube とか、うん、一緒にできたらなって思いますね。うん、まあ、YouTube に限らないんですけどね。うん、なんかこう、共に楽しくやっていけたら、僕も、全力で応援させていただきますので、一緒に頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ今日はこんな形でね、1時間ほど、はい、おしゃべりさせてもらいました。皆さんもね、はい、お疲れになったところ、本当にお越しいただきましてありがとうございます。またこういうシリーズでやっていきたいと思いますし、またね、こういったズームで一緒に対談をするっていうのかな。うん、まあ、チャットみたいにやる会があってもいいかなと思うんですよ、人数によっては。うんうんうん、3人、4人ぐらいまでだったらできると思いますんでね。はいはいはい。いろいろと企画をやっていきたいと思いますんで、皆さんもね、アイディア教えていただいたら、助かるなと思います。うん、じゃあ花山さん、こんな形で今日はお別れにしましょうか。そうですね、ありがとうございます、本当に、はい、まだまだ話は尽きないんですけども、それはまあ3回があると思いますので、その時によろしくお願いします。はい、そうですね、そうですね、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、じゃあまた会いましょう。はい、またよろしくお願いします。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。